よし。プリゴネの俺が気持ち悪いやって、そういうもんでしょ。行きましょう。プリゴネ分かんなくてもね、キャラ可愛いなぐらいでいいと思います。じゃあ行きますか。とりあえずお祈り10連天井してきました。俺も今すぐそっち行くかもしんない。もうね、あのエッジも、あ、リッチモードは切ってきたんで、よし行きましょう。本当？本当に増える？まあ、のぞみちゃん可愛いし強いからね、ちょっとビジュアル面でも欲しいなって思ったんだったら取りに行っていいと思う。本当に取りに行っていいと思うな。なんかね、本当に強いよ。まあ、ピックそもそもね、フェスじゃないしね。いやいや、ゲロ。20連目ですね、今。通常のぞみこの前出たんだよな。お待たせー。行くぜ。30連目行きましょう。これマジでどうしよう。最後まで SSR0 枚ってことも普通にありえるからね。いや、ちょっと待って。吐くんだが。ちょっと待てよ。30連目って書いておこう。わかりやすく。ねえ、これ最低保証が2連続ってどういうこと？この10連することで、まあ、要は星1が普通、星2がちょっと珍しいよって感じ。SSR ぐらいなポジションね。SSR 的なものが星3。で、この星2はね、絶対出てくるんだけど、10連したら。最低保証が2連続。これゲロですね。ゲロですね。やめてください。40連。こういう演出なんですけど、虹色の紙持ってきたら確定なんですよ。この星3っていうのが持ってこないから、こいつクソメガネって言われてます。、ね、プリゴネ分かんない人にもね、分かりやすく説明すると、さっきの緑髪の女が気分次第でいいもの持ってきたり持ってこなかったりする。チカちゃん、これ飛ばそう。グロい。ここまで何もないよ。まあ、でもね、そろそろ出るでしょ。ちょっと待って、頼む。確変。吐くんだが。これ大丈夫？大丈夫？マジ大丈夫？大丈夫？ 60 連目いくよ、今から。え、これ本当に大丈夫？本当に大丈夫？虹見せれない？もしかして。ちょっと待って、あたおかよ、これ。あたおかだよ。いや、ちょっと待って。素敵な仲間、ちなみにもう持ってるキャラだったりすると、まあゲーム内で使えるアイテムになる、まあ石にされますね。仲間が石になってるのに何笑ってんだよって、なんかコラ画像がよく流れてきますね。70連目。ねえ、大丈夫これ？本当に大丈夫。ちょっと苦しくない？これだいぶ苦しくない？ちょっとどころじゃないよ。え、これ、200連まで、星3ゼロって可能性がちょっとありそうな気がするんだけど、動画撮ってる時はね、こんなことなかったんだけどな。ちょっと待ってね。これはゲロなんだが。いやー、お、来た。確変来た。オッケー。終わったね。配信終わったわ。80連で出るんだったら、まあ全然ありだね。80連だったら。さあ、どうだ？違う、秋野さんだ。まあいや。さっきなんかね、秋野さん解放がどうのこうので見えたと思うけど、欲しかったんだよ。笑い声が素敵な人です。笑ってくれないか。秋野さんでも欲しかったからいいや。え、これ本当にマジ、これマジ。かすみちゃんと秋野さんが欲しいかな。まだ工場で持ってないからは。ピースだけ溜まってね、全然持ってなかったんで。さあ、じゃあ90連目いきましょう。まあとりあえずゴミは避けた。ゴミ運は避けた。運命を変える。
ちょっと運命変わるかな、これ。さっきを取り直して、100連目いきましょう。いきましょう。いきましょう。うん、なんかね、もう、確定演出来てもいいんじゃないのかなって思うんだけど、一向に出ないね。確変は起きてるね、確率変動。確定演出はないけど、でも、実はありましたよ、的な。仲間が維新される。俺もこれ天井コースだぞ、これ。天井コース見えてきたぞ。もう半分来たよ。すり抜けって言いますね。このピックアップキャラがあるにもかかわらず、普通のキャラがいたり、違うのが出たりするのは。関係ないレアが出るやつ。いや、大丈夫、大丈夫。一番やめてほしいのは、200連目の天井の最後の10連で出てくること。これありましたね。違う、似たようなことがありましたね。120連目。ちょっとクソメガネすぎないか？ちょっと今日のメガネはちょっとクソじゃない？いや、今日のメガネクソだね。これクソだね。これはクソメガネ。まあ、ガチャに関してはね、そのあたりの、他のね、石跡も、ソシャゲと。ちょっと、まあ、秋野さん出してるからいいって言いたい気はするけど、ちょっとメガネがクソすぎる。これはキャルちゃんに言われるね。クソメガネって。あ、キャルちゃんが確かね、言ったはず最初に。いや、ちょっとだいぶゲロだぞ。だいぶゲロだぞ、本当に。俺、こっから勝る未来ある？ある？本当に。これ、ある？まあ、行きましょう。各、あと50回引いたら、終わりですよ。いやー、金がいっぱい。だいたい今200連って何歩ぐらい出る確率なんだろう。3% だっけ？ 3% だよな。だから今まで投稿した動画がね、出過ぎなまでがあった。配信になると途端に渋くなるのやめようぜ。なあ、メガネ。なあ、メガネ。なあ、メガネ。爆死動画になっちゃうんだが。ちょっと、こう。全然ですね、今の俺も。秋野さんが来てくれたぐらいです。秋野さんは癒しだね。頼むよ、マジで。ゲロ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 。メガネも緊張してんだろ。飯を食うな。飯を食うな。素敵な仲間が維新されてます。最低保証これ何回目やねん。4回ぐらい見たぞ今日。吐くぞ。白米よ、白米。ごめんなさい。いやー、きついすぎる。いやー、キーしかねえ。ゴールデンすぎる。これさ、300連だったら俺まだこの後、まだ100回ぐらい引かないといけないんだよ。ゲロだよね、そう考えると。ねえ、こっから入れる保険と勝利ってある？もうほら、見て、もうあと30回引いたら終わりだよ。もう金出そうぜ。金じゃねえ。虹出そうぜ。金はもういいよ。プリコでこんなに渋い。渋いとは言われてるけど、金しか出ねえ。いや、まあ、マシになったって言った方がいいかな。ピックアップ。あ、ちょ、待って。バグった。ちょ、待って、バグった。バグりました。直した。ゲロ。え、ちなみに同じく天井行ったって人は星さん何個ぐらい出た？俺は今1個しか出ていない。なんなら俺この次天井だよ、もう。いや、ここで来るかもしれない。来た。いや、でも今更来られてもちょっと困るんだけど、それはそれで。今来られてもさ、もう、どうするって感じ。いや、待て、わかんない。焦るな。おっと、これは？
天井手前で来やがった。ねえ、これどうすんの？天井回避したね。したけどさ、したけどさ、ふざけんなよ。一番メンタル潰されるやつやん。もうほら見てこれ。え、ちょっと待って。あとさ、10回で天井まで行けるんだけどさ、これ、もういいよ、天井するよ。わかったよ、天井するよ。はい。もうメモピ取っとくわ、これ。一応被ってもまあ、報酬はあるから、あの、被り報酬みたいな。まあ、まあ。はい。ということで、190連目で来ました。まあ一応メモピっていう、まあその、強化に使えるアイテムもらえるからいいんだけど、不幸自慢にもならない一番嫌なやつ。そう、一番嫌なやつ。動画的には面白いのかもしれないけど、一番嫌なやつ。まだ天井の時に来て欲しかったね、それだったら。これね、おまけ10個って書いてあるやん。なんかね、不幸自慢にもなんか自慢にも全くならないんでね。あ、高評価ありがとうございます。はい。じゃあ、もらいましょう。もらってもね、この通り一新されます。じゃあ、リッチな演出見ましょうか。なんかね、リッチの解放演出がね、ものすごいエッチだって聞いたんだよね。リッチがエッチ。さあ、どうでしょうか。見よう見よう見よう。あ、なんかもう可愛い、もう可愛い、もう可愛い。わかった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 。もう可愛い。なんか可愛い。わかんないけど可愛い。いや、わかるけど可愛い。今の表情良くない？めっちゃ良くない？エッチ。え、もう一回見ようぜ。ちょっと待って、もう一回見よう。ちょっとすげえ可愛かった。すげえ可愛かった。ちょっともう一回見せて。ほら、これ、これ、これ。すごい可愛くない？このドヤ顔。なんかドヤーって感じの。これはエッチ。ちょっとね、リアルな話もね、混ざってくるんで。まあ、ネタバレはもう、いいでしょう。今日、あ？これ文面面白すぎでしょ。キャルちゃんのパンツがさ、迷子になってるみたいじゃない？迷子になっていたキャルのパンティーを発見した。キャルちゃんのパンティーが迷子になってるよ。すいません。すいません。